自身の関係なんですけども、まあ、一部の世論というか、まあ、ネットの中でですね、万博の費用の一部でも、その復興支援に当てるんですね、まあ、万博を縮小とか、するべきじゃないかみたいな声も上がって、その辺りについては、これ、被災地の復興支援という国を挙げて、また自治体も協力して、全力で行うというのは当然です。またそれに基づいて、法制度であったり、さまざまな制度が整備されていますので、それに基づいて、全力で国を挙げて、また我々自治体も協力をして復興支援をするという、それと万博というのは二者択一の関係ではないですし、関係するものではないと思います。なぜそれが二者択一になっているのかよく分からないですし、まあ、それはネットで一部意見が出ているということですけど、なんかこしらがたってこしらがたないというようなものではなくて、これは震災の復興支援というのは全力を挙げてやる、そこに費用とか、万博があるから費用が削減されるものも当然ないし、当たり前のようにこれは今、被災地で困っていらっしゃる方がいるわけで、これは全力で、国も全力を挙げてますし、近隣自治体も全力を挙げて、万博と比較されたり、あるいは万博と二者択一になるものではない。これ言うとまたお前そんなこと言うのかって言われそうなんだけど、うん、いやいや五輪とか万博とかやってる場合じゃないでしょうっていう気が僕はしちゃうんだけどね、うん、その2025年に大阪で万博やると、でまだその建築っていうかねパビリオンの建築も全然進んでないと、うん、で手を挙げる業者も少ないと、なぜならちょっと無茶だからスケジュール的に難しいんじゃないかみたいな話で、それを一生懸命になってそのねこう建設労働者のこう残業規制を撤廃してでもやらせるんだみたいな声もあったじゃないですか、うん、でもこう能登でこれだけの地震が起きてみるとやっぱりそれはね道路の復旧、建物の復旧、復興みたいなことをやるってことになってくれば、ガチンコでどっちが優先なんだっていうところがぶつかってくるわけでしょ、つまり人手不足で建設業者の人たちがこうなかなかこう、ね、工事に着手できないみたいな現状もあるっていう状況の中でどっちが優先ですかって考えたら、それは当たり前だけど能登だったか被災地って話になってくるよね、まあ、それは本当にまさに東京オリンピックの時にもね、その東京のまあオリンピックに準ずる開発とまあ復興にかける、まあ、その修復させるための工事、まあ、どっちに行きますか、当然やっぱこっちの東京の方がいっぱいお金出しますよっていうふうになればそっちに選ぶわけですよね。だから一応復興五輪だって、まあ、だからそれは本当にその掛け合わせって、まあ、今から振り返ってもね、うん、そんな言葉ってどこでどう機能したんだってことですけ ど、ね、まあ、なんか本当にくしくも同じような構図になってしまってるところはありますよね。ってことはもしかすると復興万博とか言い出すのかい、いや言い始めるようなじゃないかなっていう、そういうこう監視というかねチェックをしておく必要っていうのはあるし、本当に昨日のその岸田さんの会見のね、あのカメラが回ってるところでの原発についてこう耐えないで立ち去るあの光景っていうのは本当に、もう当然こう東京にいる自分たちも当然イラッとしましたけど、まあ、被災地にいる方がこうようやくつけたテレビでね何を言うのかっていうので、なんか本当に不安を増幅させたんじゃないかなというふうに思っちゃいましたけどね。大竹誠ゴールデンラジオ、今日はこの後も引き続き青木治さん、武田砂鉄さんとお届けしてまいります。それでは青木さん、それでは今日も始めましょう。隣町、うん、大阪万博の件ですが、私の知人で大阪で建設業を営んでいる人は絶対に間に合わないと言っています。またこの万博のおかげで日本全国の工事現場で必要な様々な資材が万博工事のため買い占めされて他へ流通されず、普通の工事ができず苦しんでいます。とにかくここは被災地の復興のために万博ではなく資材をそこに回してほしい。それによる万博縮小もしくは中止はやむを得ないと思いますが、青木さん、武田さん、どう思われますかということ。しかもだってこの万博ってあれだもんね、うん、全部終わったら壊しちゃうんだもんね。そうですね。まあそれが良くないって言われたら、まああれをどこそこに移転しようとか、木造リンゴを一回取り外してね、どっかにまた移転しようなんていうことを言い始めましたけどね、うん、まあでもそういうこうプロというかね、そういうの職業をされてる方がそういうふうにおっしゃってるわけですからね、うん、まあだってそもそもだってこれあれでしょ、そのまあこれ年末にねいろいろ報道が出てきたけれど、うん、その直接万博にかかる経費っていうのも相当ね上振れしてきてるのはもちろんなんだけど、要するにその元々ゴミを埋め立てた島だから、こうインフラがなかったわけですよ、道路とか地下鉄とか、だから万博の目的って万博っていうよりはむしろそういうインフラを作った後に IR を作りたいっていう、その IR の前さばきみたいなものだからね、そう考えるとやっぱりこうね、僕は本当にこんなものをやってていいの、うん、って感じするんだけどね。まあ現状でものすごく多くの人に待望されてて、うん、各国がもう
とにかくパビリオン作りたい、それであとやるだけですよっていうことであるならば、当然これは今の何か別のものと比較するってことはナンセンスなのかもしれないんですけど、まあもう皆さんご存知のように全くそのパビリオンもそんなに手を挙げてる人はいない、でこうやって建設業界の方たちが間に合うかどうかわからないっていう状態であるならば、当然そんなものを無理やり作るよりもっていう選択肢というかね、話には出てくると思うんで、のかでね、こう時をよろしく自民党の裏金問題みたいなもので、こう今のこう政治のありようみたいなものが根本から問われている時期なので、今後30年くらいを俯瞰しながらね、こうやっぱり方向性変えた方がいいよねっていうような2024年にしなくちゃねっていう気はしてんだけどね。でもそれってまず必要なのって、まず直視することじゃないですか。今この社会がどうなってるのかっていう、まず直視をしようとしないわけですよね。まあ自分たちの見えるここはいいんじゃないかってことを抽出して、まだまだいけるぞみたいなことってのがずっと続いてるわけじゃないですか。そうだよね。それの視線を変えてもらうという、まずは直視お願いしますってのはどうやったらお願いできるんでしょうね。それはだからあれじゃないですか、この上田氏のからのね、これメール送ってくださった方みたいに、そろそろ直視して万博はやめた方がいいんじゃないのっていう、まあそういうことになりますよね。と思うけど ね。誰が言い出して誰がその唇を切るのかっていう ね、本当そう思いますよ。全くおっしゃる通りだと思いますよ、この万博はね。万博って多分その成功したっていうことにできるわけじゃないですか。あの言えばいいわけだから。いや、あの成功っていう基準値があるわけじゃないで。いや、それ当然ね、誰がどう見てもうまくいかなかったっていう形になったとしても、このメインで動かした人たち、いや、やってよかったって、それでも東京オリンピックの時にも意味はあったっていうふうに、ただやってよかったっていうふうに言うわけじゃないですか。武田君も佐々木君も分かってる通り、東京オリンピックと決定的に違うのは、やっぱりオリンピックって一種の魔物が住んでるなと思うのは、要するにスポーツ選手に罪はないので、スポーツ選手がこうそれなりのこう活躍をしてくれると、いや、よかった、感動したって。あの金メダル見たか、お前はとかって言われてね。で、スポーツウォッシングみたいなところあるじゃないですか。あります。だけど、万博はそれがないので、そうなんですよ。だから成功したって胸張れるような状況にはならないと思うよ。まあそうですね。もう、だから選手たちは頑張ってるみたいな言い分の万博バージョンがどういうものがあり得るのかっていうね。だからそれを見て、まあ僕らなんかは、わかんないですよ。まあ仮にそのうまくいかなかったら、ざまみやがれっていうふうに思うのかもしれないけれど、でもざまみやがれっていうだけだと、ちょっとまずいよなという気はするよね。直視をするきっかけにしなくちゃいけないですよね。